はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいかこです。それでは今回なんですけども、aupay がポンタポイントと連携可能に、6月はローソンで aupay 決済で誰でも4%キャンペーン解説連携方法もということで、ついにやってきました。aupay とポンタポイントが本日5月21日より連携が可能となりました。まあ、それに伴ってですね、一部のキャンペーンがパワーアップしたりですとか、ポンタポイントとの連携方法についても解説しますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それで行ってみましょう ということでですね、本日発表されたのが大きく4つあるんですけども、aupay とフォントポイントのことであったりとか、あと aupay とロソのキャンペーンですね。そして aupay のプリペイドカードのことと、あと aupay のクレジットカードのことについての発表があったんですけども、この動画では、主にこの2つについてピックアップをしてます。で、この aupay のプリペイドカードとクレジットカードについては、ちょっとまた別の動画で作ろうかなと思いますので、そこはご了承ください。でですね、早速この aupay とフォントポイントなんですけども、本日からやっと連携が可能と、 なります、まあ結構前からですねこれがまあ連携可能となるっていうのはう情報があったんですけども明確な日程っていうのは決まってなかったんですよねけどまあ本日からは連携が可能ということになりましたでこの aupay とポンタポイントの連携のやり方についてはですね動画の後の方にお伝えしますそれではですね今回この aupay とポンタポイントが連携可能になったことによって大きくキャンペーン2つ発表されてましたのでそれについてもお伝えします それでは早速、AUPEI のキャンペーン2つのうちの1つ目紹介なんですけども、AUPEI 生活応援企画ということで、ローソンで AUPEI ご利用でポンタポイントがもらえる。誰でも4%、サンタの日は誰でも7%還元ということですね。で、このキャンペーンなんですけども、現在絶賛開催中の生活応援企画の、ローソンならポイント8倍のキャンペーンの、まあ、パワーアップバージョンというふうに捉えていただいてもいいのかなと思います。で、一応先にお伝えしておくと、この今どこでもポイント2倍の キャンペーンですねまあ実質1%還元のキャンペーンなんですけどもこれは2020年の5月の31日で終了となりますのでこれはお気を付けくださいそれではキャンペーン内容に戻りましてこの新たに始まるローソンで誰でも4%還元のキャンペーンについては期間は2020年の6月の1日からスタートしまして終了日は未定となっておりますでこの終了日に関しましてはまた事前に au ペイの方からまあ発表があるみたいなのでこれはまあとりあえずスタート としたらまあいつでも4%還元ということで使っていただいてもいいかなと思いますでざっとですねこのキャンペーンのまあ還元率っていうのをですねピックアップしてみましたまず今回のこのキャンペーンなんですけども200円で8ポイントとなりますこれで4%ということですねなのでまあこの200円以下となってもポイントが付かないのでこれは気をつけて欲しいところではありますねで次にこのサンタロの日なんですけどもまぁだいたいこのサンタロの日って聞くと au ユーザーがだいたい該当してたんですけども今回からはそうではなくなりますで 次にですね、サンタロウの日なんですけども、まあ、これは AU 恒例のイベントになってるんですが、6月の3日と6月13日、6月の23日なんですが、AU ユーザーの方に関しましては、200円で20ポイント。これで実質10%還元となります。これめちゃくちゃいいですね。でですね、なんと、このサンタロウの日って大体 AU の方限定のキャンペーンだったんですけども、なんと今回からですね、AU ユーザー以外も該当となります。で、200円、税込み200円で14ポイント。これで7%還元。 となりますのでもう先にですね6月の3日と6月の13 6月の23日はもう au ユーザー以外の方でもカレンダーに au ペイをローソンで使うというものをですねもう先にスケジュールに入れていただくのがいいかなと思います普通に7%還元ってめちゃくちゃ嬉しいですねまあ、細かい還元率などに関しましてはこのキャンペーンの公式ページにありましたのでそのまま引っ張ってきましたでまずこの期間中にローソンで au ペイで決済をすることによって で3.5%と合ですね、ちょっとここには載ってないんですけども、お会計の際に、ポンタポイントのカードを提示した場合は、トータルで実質5%還元となります。で、あとですね、AU ペンのプリペイドカード、A ウォレットカードのプリペイドカードのことですね、これで決済しても同じく、トータルで5%還元を狙うことができます。あと、今回の動画では紹介しないんですけど けども au ペイのクレジットカードですねこれを提示してなおかつポンタポイントのカードを提示することによって5%還元を狙うことができますちょっとここに記載してなくて申し訳ないんですけどもでそれに加えてですね あと、aupay のクレジットカードをお持ちの方であれば、残高へのチャージをすることでプラス1%還元がされたりとか、あとは aupay のカードでのお支払いで、実質は先ほどのポンタポイントのカードと加えても6、6%還元されるということになりますね。これはこれでめちゃくちゃお得ですね。で、続きまして、このサンタナの日ですね。まあ、3月く日なんですけども、aupay のコード支払い、もしくは aupay のプリペイドカードで決済した場合は、普通のベースポイントの0.5%に合わせて、au5 リ 英以外の方の場合は7%還元ですね。けど、ここにポンタポイントのカードを提示した場合は、実質8%還元を狙うことができます。であと、AU ご利用の方の場合でも10%が還元されるということですね。で下にも出ているように、AU ペイのクレジットカードを利用される方の場合は、AU 以外の方でも7%還元であったりとか、AU ご利用の方の場合でも10%還元がされると で、さらにここにポインターポイントを提示することによって、さらに1%が上乗せされるということですね。で、さらにそこに AU p のクレジットカード利用であれば、プラス1%がそれぞれ上乗せされるということになるので、 ま、もしね、ほんとクレジットカードを利用されている方であればお得なんですけども、そうじゃない方でも全然僕はお得かなと思います。で、このキャンペーンのちょっと残りの情報なんですけども、まず対象の店舗なんですが、とりあえずローソンということなんですが、ローソン以外にもローソン 3F、ローソンポプラ含むということと、あとはナチュラルローソンとかローソンストア100も今回のキャンペーンの対象となります。次に、還元上限に関しましては、 1auid あたり3000ポイントということですので、まあね、この以前の20%還元キャンペーンとかでもそうだったんですけども、ここはなんか以前と変わりがないということですね。1auid あたり3000ポイントが上限となります。そして、付与される時期に関しましては、翌々月末頃ということでしたので、まあ本当にまた忘れた頃に付与されると。そして今回からはもうポンタポイントとしてもらうことができるということになりますね。で、続きまして、キャンペーン2 二つ目なんですけども、今回 a u p y とデマイカンとピザハットで10%還元キャンペーンというのがスタートします。 で、このキャンペーンに関しましては、とりあえず出前館とピザハットは確定なんですけども、対象の加盟店は順次追加予定ということでございましたので、まあ、デリバリー系に関する、まあ、お店が追加されるんじゃないかなと思いますけども、これはちょっと楽しみですね。で、こちらも還元上限に関しましては、1auid あたり2000ポイントまでとなります。で、期間に関しましては、6月の15日から9月の13日までとなります。これ結構思ったより長いですね。約3ヶ月ぐらいとなります。 あと、この支払い方法なんですけども、いろいろありまして、aupay カードであったりとか、aupay のプリペイドカードであったりとか、あと au 簡単決済の aupay カード支払いとか、au 簡単決済の aupay 残高支払いとなっております。それではお待たせしました。今からですね、aupay とポンタポイントの連携方法についてお伝えします。これ結構簡単でしたので、サクッとできますね。早速、ポンタ web っていうようなサイトにアクセスします。 で、ここから auid との連携ができるので、もしまだやってない方はですね、一応概要欄にリンクを貼っておきます。で、この画面の下の方に下がっていただくと、ご覧のようなページが出てきます。まあ上にも出てるようにですね、a u p イ c こと支払い、ポンタならポンタポイントではダブルで貯まるということで、ここのところですね、ポンタ id と auid を連携するというところをタップしてください。そうすると auid の画面に切り替わりますので、まあ au すでにポンタカードをお持ちの方と、ポンタカードをお持ちでない方に分か 書かれてるので、僕はまあ、もろもろのいろんな入力が終わって、連携が完了となります。まあ、特に難しくはなかったので、まあ、2、3分ぐらいでできますね。で、下にも出てるようにデジタルポンタカードが利用できるようになりました。a u p y アプリとポンタカード公式アプリから表示ができますということですね。 まあ僕はですね、かなりまあスムーズに連携ができたんですけども、ちょっとツイッターとか YouTube のコメントとか拝見してたらですね、まあゆ連携がうまくできなかったっていうことも伺いました。ちょっとその原因に関してはちょっと僕も定かではないんですけども、一度まあ問い合わせてみるのもいいのかなと思いますね。そして実際にですね、a u p のアプリのところを見てみたらですね、今ここにも出てるように、ポンタポイントへの統合ということで5月、2020年の5月21日、4526ポイントが、もう a u p とポンタポイント統合完了ということになります。 で、あと、ま、僕がよく使うね、ローソンのアプリなんですけども、これに関してもしっかりとポンタポイントが4676ポイントということで、反映もしっかりとされておりました。最後に2点だけまとめなんですけども、a u p y とローソンのキャンペーンに関しましては、2020年の6月の1日からスタートします。まあ、それまではですね、今開催中の生活応援企画のままになってるので、これは間違いないようにお願いします。で、a u p y とデマイカンピザハットのキャンペーンなんですけども、これ2020年 の6月の15日からスタートしますで順次お店も追加予定ということですのでまあ、これはちょっと気長に待ちたいなと思いますであとは au ペイのどこでも2倍1%還元のキャンペーンですねこれに関しましては2020年の5月31日まで今月いっぱいで終了となりますのでこれは日にち間違えないようにお願いしますまあ、これが終わったらですね通常通りのまあ、ベースポイント0.5%還元となるということになると思いますまあそんなこんなで今回は au ペイとポンタポイントが統合することによって開催されるキャンペーンであったりとか、あとは、連携の方法について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあね、本当に、これまでそのポンタポイントじゃないとできないことであったりとか、au ペイじゃないとできないことであったりとか、まあそれが限られて中で、それが今回一緒になったことによって、まあかなりね、まあ使える幅がさらにさらに大きくなってきたんじゃないかなと思います。あんまりね、まあ僕の動画ではポンタについて触れてることって、まあかな かなり少なかったので、またこれに関しては改めてまた動画を作ろうかなと思っております。で、それと含めて、先ほど動画の冒頭にも少しお伝えした、AAP のプリペイドカードであったりとか、あとは AAP のクレジットカードのことについても、機会があればちょっとまとめようかなと思いますので、それも一つ楽しみ待っていただければなと思います。今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクに関しましては、下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ここ最近なんですけども、ファミリーマートで売ってる枝豆スナックほんのり塩味っていうのがですね、今めちゃくちゃハマってるんですよ。で、今ちょっと書いてるように、 ポリポリ食べられる軽い食感の枝豆スナックですということで、これ本当にコスパめちゃくちゃ良くて、確か税込110円とかだった気がするんですけども、なんかもう永遠と食べれちゃうんですよね。サイズ感もコロコロと小さくて、まあ味もかなりシンプルなんですよ。それこそ今書いてたような塩味だけなんですけども、ふわっとこう枝豆の風味もあったりして、もしかするとこうお酒とか飲まれる方がかなり好きそうな味かなと思うので、まあぜひですね、まあ食べられてない方は一度トライして してみるともいいいいんじゃないかなか思います、まあ、けどですね、まあ、ここまで今枝豆スナックを押してるんですけども僕の中のやっぱりナンバーワンといえばもうセブンイレブンのバナナ。